ファイトリーグは株式会社ミックシー内のスタジオズフログより配信されていた iOS アンドロイド用ゲームアプリ。基本プレイ無料。サービス期間は2017年6月22日から2020年3月31日。キャッチコピーは BE the best together お前と一緒に頂点へでコピーで示されるように二人協力プレイに重点を置いている。により友達と ワイワイ楽しめるバトルエンターテイメントを提供すべく、友達と対戦したり、友達の試合を観戦して楽しい機能も提案していくという方針のもと、血が騒ぐ。12マスの頭脳戦、となった。2017年6月22日に、日本、韓国、台湾、香港、マカオカナダにてサービスを開始。2018年6月28日に、大型アップデート。 ファイターだけでなく、アイテムなどが手に入るガチャで使用するチケット、時間制限付きで手に入れていないファイターをレンタルできる、レンタルメダル、他のプレイヤーたちのバトルが観戦できる、バトル観戦が導入された。また、全ファイターにファイターストーリーという、プロフィールのような、説明も加えられ、ファイターたちの物語を知ることができる。2019年3月1日に、バージョン3.0アップデート。 ゲーム中の序盤で手札によって早々に勝敗が決まってしまう強いファイターが一時的に環境の多くを占めてしまうなどというプレイヤーたちの意見を参考に調整を加えたバトル開始時に使用する手札を2パターンから選んでバトルができるようになるスタートピック機能デッキに編成したファイターによってリーダーの HP が最大で3500までアップするリーダー HP ボーナスが登場 2020年3月31日をもってサービスを終了した。ゲームは10人のファイターでチームを組み、43マスのフィールドにファイターを配置して、矢印アーツで相手ファイターを攻撃していく。そして味方チームのリーダーが倒れる前に、相手チームのリーダーを撃破すれば勝利となる。ルール自体は、ボードゲームやカードゲームに近く、ファイターごとに決まった矢印アーツで、 攻撃や味方とのチェーンを行っていく戦略ゲームであるが、二人協力プレイでタックしている相方のファイターも使用可能である。また、本作はファイターの育成要素がなく、カードゲームに近い感覚でプレイできるのも特徴。また、対人戦に重点を置いており、最終的に全世界のプレイヤーと対戦できるようになる。ファイターは対人戦や、 ガチャなどで入手でき、入手済みのファイターが排出された場合はセンスが上昇する。センスが上昇するほどクリティカルが発生しやすくなる。また、一部ファイターには、ファイトスピリッツというアイテムを5つ消費して、外見だけではなく、性能も変わる、スタイルチェンジが設定されている。ゲーム中の実況は、立木文彦が担当している。それぞれのブランドには、 ファイターと呼ばれるキャラクターが存在する。デザイナーによると一人のファイターが完成するまで約1.5ヶ月かかると言った。キャッチコピーは俺の18番を見せてやる。説明はこの街で祭り林を奏でれば喧嘩花火が打ち上がる。いざ舞い踊れ、やれ遊べ。今宵の縁を彩るは息に傾いた投資たち。過去と未来が入り混じるはテイストの世界観を持つブランド。 18番街の住人たちは、文化や伝統を、自らの18番としている。ニャニャコロビという猫とダルマを融合した生き物が登場しており、このゲームのマスコットになっている。英語表記は、1 8スアベニュー。u e 講師ともに、バランスの取れた、オールラウンドタイプのブランド。召喚スキルを持つファイターがおり、ニャニャコロビだけでなく、ガマエモンのや魂キツネを召喚するスキルを持つ。 ファイターもいる。看板ファイターは18番街のヤジ。相棒の剣玉は、父の18番街の歌舞伎者鼓動から受け継いだもの。狐の面は、深い理由があるらしい。母親は、卑怯の予言者こと派。スタイルチェンジすると18番街の歌舞伎者ヤジとなる。中衛門の師匠で、スイレンジ、ルーシー、葵の幼馴染み。キャッチコピーは、ノーテック、ノーライフ。 説明は、この好奇心は止められない。試してみてから考えよう英知のギアを重ねれば、G の鼓動が脈を打つ。我ら気候の創造主、オーバーテクノロジーの世界観を持つブランド。それぞれのファイターは、機械などをモチーフにしている。階層が存在しており、上層がフューチャー、中層がモダン、下層がレトロに分かれ、それぞれ独自の文化を形成している。 GGG とは、ギアガジェット・ジェネレーターズの略称。低めの攻撃力ながら、長者アーツ攻撃と支援スキルを持つファイターが多い、テクニックタイプのブランド。看板ファイターは、アジャストレンチ。伝説的なメカニック、アジャストボルトを祖父に持つ16歳の女の子で、祖父から機械いじりのノウハウを叩き込まれて、極度の機械フリークに育った、熱血少女というキャラ設定がある。 スタイルチェンジすると、アジャスト G レンチとなる。ファイターであるガイドロボットジジはレンチが中学生の、時に卒業制作作品として作られたロボット。泣き虫メモリン、オートクリーナーマチ、潔癖スイーパークリーナーは、同級生である。キャッチコピーは、ワンフォーオール、オールフォーファイト。説明は、限界なんてぶち壊せ記録も記憶も塗り替えろ。 ろく野生の方向が勝利の意志を加速する。動物や獣人たちがスポーツ選手として活躍している世界観を持つブランド。開発初期段階では人間に獣耳や尻尾が吐いた擬人化キャラをイメージしていたが、いっそのこと動物にした方がいいと決まったとゲーム開発に参加した社員が語っている。英語表記はアスリートクリーチャーズ。チェーンアーツが 苦手ながら攻撃力に特化したパワータイプのブランド。看板ファイターはリンクス PG。憧れの先輩である黒表猛集団カーブラックに近づくためにバスケの練習を頑張る。学生バスケットリーグの花形ポイントガードの大山猫の男の子。スタイルチェンジするとリンクス PF となる。フィールドホッケーの選手であるイタチの男の子の杖玉。 スイーパー・ウィーゼルのマブダチというキャラ設定がある。そういうこともあって、ウィーゼルもバスケが得意。ちなみに、大山猫は英語でリンクスといい、英語表記はリンクス。また、マブダチ関係の杖玉、スイーパー・ウィーゼルのウィーゼルという名前は、イタチの英名であり、表記はウィーゼル。キャッチコピーは、さあ、出勤だ。説明は、正義変わるかは、 ナンセンス行動のみで己を語れ揺るがぬ意志を貫けば誰もが戦うヒーローだ今日も誰かが呼んでいるさあ出勤だ。職業をヒーローにした世界観を持つブランド。ヒーローとヴィランに分かれているが、それぞれ自らの仕事に誇りを持っている。高い HP とチェーンしやすいアーツが特徴で、ピンチになると強化する効果を発揮する剣士タイプのブランド。看板ファイターは、 チーフオフィサー J。とある会社の営業成績トップの営業課長で、怖くて厳しい女 CEO である、ミスプレジデントのもとで営業活動に励んでいる、キャラ設定がある。スタイルチェンジすると、エージェント JQ となる。キャッチコピーは、夜が来たよ。一緒に遊ぼう。説明は、どこからともなく、聞こえ出す陽気で愉快な笑い声よなよな賑わう、おもちゃ箱無邪気で純粋。 ちょっぴり怖いほらほら、パーティーが始まるよ。ガンとホラーを融合させた世界観を持つブランド。この世界に漂う死者の魂は、トイーズ協会が管理しており、屍の姫君が乗り移るべきおおもちゃを魂たちに割り当てている。おばけんというマスコットが登場しており、まだおもちゃに乗り移っていない魂の状態である。高い攻撃力と長者アーツを持つが HP が低く。 ファイターを代償として、ファイターを強化する、トリッキータイプのブランド。看板ファイターは、屍の姫君。トイズの魂の管理人。骸骨の担当声優は、菊池サムセイ。スタイルチェンジすると、屍の姫君白の武装となる。キャッチコピーは、モンスターストライク、フロリダに参戦。モンスターズミートザ・ファイターズ。説明は、ファイトリーグの舞台では、アビリティも、 友情コンボもストライクショットもない。だからどうしたお前たちのルールで最強の座を奪ってやる。引っ張ることはできずとも矢印ならばこっちが元祖。最強を語るのは我らを倒してからにしろ。2019年8月15日より新たなブランドとしてモンストのキャラが登場。ブランドシンボルはモンストのマスコットのオラゴン。敵メンバーの処理に特化した。 フレキシブルタイプのブランド。看板ファイターは反逆の打点シルシファー。上記のブランドにも属することができるブランド。本作はスマートフォン向けの大衆化を目的として開発され、その要素としてシンプルであると同時に奥深さも持たせること、誰もが夢中に楽しめるサービスに育てること、対戦ゲームが苦手な人を巻き込むことが重要視された。 モンスターストライクに開発ディレクターを務めた薬大地が本作のプロデューサーに就任した。薬はプロデューサーに立候補した理由について本作のゲーム部分の検討を進める中でモンストでビリヤードのようなシステムをひらめいた時と同じ感覚に襲われた。同様の経験は他の新規ゲームの構想を立てた時には得られなかったので、 本作のプロジェクトの全責任を自分で持ちたいと思ったと、社内インタビューの中で述べている。ファイトリーグギアガジェットジェネレーターズのタイトルで、2019年2月14日より8月8日まで、YouTube チャンネル、ズフログアニメにて配信された。ナレーションは、立木文彦。ゲームの方でも配信後にアニメサイドストーリーを展開。ボルテックス QED クロックワークパラドクスで飲みます。 GGG Security Force TexMex その他、ファイトリーグギアガジェットジェネレーターズに関するカテゴリー。ありがとうございます。